さあもう一個話します。この水中カメラマンの事故の話します。この水中カメラマン、これも持ってます、うん、他の安全グッズも持ってます、でも漂流しましたという話です。なんでかというと水中カメラマン、水の中でいっぱい写真撮ってました。普通、日本だとまずありえない、海外の話なんですけど、水中でダイビング、常にダイビングしてたら、うん、水面がすごい荒れ始めちゃって、うん、もう大しけです。船、待ってなきゃいけないはずの船が帰ってしまった。この辺はすぐに見てます、ね。ああ、そうですね。ありえないですよ、多分、うん。日本だったら絶対ありえないと思うんですよ。なんでそういう考えに至っちゃうのかもあるんですけど、もう帰っちゃったので、当然このカメラマン、じゃあダイビング終わって水面に浮上したら、すげえ海荒れてるし、船いないし、みたいな。で、漂流してしまう。でも、助かってます、はい。何で助かったかというと、何で助かったかと思いますか？次にここに飛びたいに V があるんだったら、V とからどうぞ。V ありません。V ない。はい。西には空気入れたりしよう。見つけてもらったわけですよ、その漂流しているところ。網があるなら魚が捕まりますけど、そういうわけではなさそうですね、はい、カメラ水中カメラ